大正天皇の執務室として機能した、越堅所日光殿母沢御用邸記念公園は、栃木県日光市にある、栃木県立の都市公園である。元は、皇太子時代の大正天皇の西洋書として、造営された旧御用邸の建物と庭園を公園として整備し、一般公開している。明治期以降に数多く作られた御用邸建築のうち、 全体がほぼ乾損する唯一の例として貴重であり、建造物群は国の重要文化財に指定されている。日光観光のシンボルである新京から大谷川を1キロメートルほど上流に遡ったところに位置する。御用邸の創設は明治32年で病弱であった皇太子義人親王の夏の西洋書として設けられたものである。建物は すべてがこの時に新築されたものではなく、もともとこの土地に建てられていた資産家の別荘が再利用されており、東京、赤坂の東宮御所から移築された建物もある。さらに、大正天皇即位後にも多くの部屋が増築され、江戸、明治、大正の各時代の用途の異なる建築が混在しているが、全体として見事に調和が取れている。中坪越しに南方を見る。 中央は表五食堂。奥の三階屋は五座所駅見所、玉月所駅見所から五学問所へ至る廊下。突き当たりは五学問所の丸窓、五学問所の丸窓より望む。中央の建物は五食堂でん母沢五用邸は1899年に創設されたが、前日のようにすべての建物がこの時に新築されたものではなく、もともと、この敷地にあった小林家米邸の建物が残り、 また、東京、赤坂離宮の東宮御所から移築した建物もある。さらに、大正時代にも大規模な増築が行われたため、建築群の中に、江戸、明治、大正の建築様式を見ることができる。御用邸創設時の基本設計は、宮内省匠寮の義士牧師清高が担当し、大正時代増築部の設計は同じく宮内省、匠寮の義士牧師高ローであった。 建物群は2003年12月、旧日光殿母、沢御用邸帝十棟として、国の重要文化財に指定された。重要文化財指定の十棟の建物名称は次の通りである。増築、移築等の経緯から文化財としての建物名は、上記の十棟に分かれているが、各建物は、廊下で繋がれて統一的な内部空間を構成しており、屋根も一つながりになっている。 永遠の端に隠れる防空壕入り口屋と指定管理者制度導入施設、一覧 ABCDEFGHI 文化庁、文化宝部、新指定の文化財、月間文化財483、第1法規2003、PP15 から19。ありがとうございます。